今日はね、この窓台、まあ家の窓の下についてる窓台ですね。これの付け方、ちょっとやっていきたいと思います。まあこれ、付けた後の感じになってます。で、まずこれ、材料、こういう感じで、まあメーカーによるんですけど、今回はパナソニックの窓台。既製品ですね。これ4メーターもので来てますね。まあジャストカットとかいろいろあるんですけど、基本的にはこの長物4メーターとか3640、12尺とかで来るんですけど、まあ、パナソニックのこのタイプは合板で中はできてます。まあ他メーカーは MDF でできてたりいろいろあるんですけど、表面はこうシートでね、木目調に貼られてて、まあキーキー一般の人言うんですけど、これシート、まあ合板とかに貼ってあるってことですね。ここに窓台、まあ下地は終わってるんでね、つけていきます。まず捨て切り、タッポをこう捨て切りっつってまっすぐ90度かな手に切っていきます。そして寸法ぴったりで取って、長さをまず切っていきます。この時ね、こう裏から切った方が切り口綺麗なんで、まあこういうシート材裏から切るようにしておくのがいいと思います。で、まず一回当てがえます。このままはまだつけられないんで、一回当てがって長さを確認します。で、この小口っていうんですけど、この切り口のとこ、ここが合板、まあ中身丸見えなんで、専用のこのシール、まあ、これメーカーでついてくるんですけど、今回はね、これ自分でカットしなきゃいけないタイプだったんで、これをカットしていきます。まあ、この形で切らさってくる時もあるんですけどね、メーカーによって色々なんですけど、まあ、一応 3M のやつになってますね。これをこれ通り、小口通り綺麗にして、まあ、ゴミ飛ばして貼ってくるんですけど、まあこれあらかじめね、ストーブでこう温めて置いてますけど、まあ、寒いところとかだとね、突き悪いんでね、まあ本当はヒートガンとか使ったり、速乾ボンド使ったり、まあ人によっていろいろだと思うんですけど、まあ、自分は温めて使ってね、やってます。速乾ははみ出るんであんまり使わないですね。で、出た部分ちょっと切ったりして。まあこれがね、まあ今既製品多いんでね、こういう部分、階段とかでもいろいろ出てくるんですけど、まあ、なかなかちょっと、大工の仕事なのって感じですけど。まあこうゴミ飛ばして、これを貼ってきます。まあ一般のボンドです。ちょっとボンド入れる映像撮れなかったんですけど、これもボンド入れて、端っこ、4ミリマッター。これで自分は止めていきます。まあフィニッシュだったりね、スリムビスだったりいろいろなんですけど、まあ修正剤の時はね、スリムビス使うんですけど、製品の時は、まあフィニッシュかこのマッター。4ミリマットで自分は止めてます。まあ、これ人それぞれだと思うんですけど、で、まあこの窓に対しての突き、結構真ん中がつかなかったりね、端っこは止めるんでね、こうグッと押せばつくんですけど、真ん中つかない時とかはこうやって突っ張り、まあこれ間違っても
窓に入れたらダメだ。下地のとこめがけてこうビスで打って押し込んで、でこれ下にもね窓のデートね合わせてパッキンしてこんな感じでビスモンで押し込んでます。これ下パッキンしないとね窓台傷つくんで平行にしてこの胴縁で突っ張ってます。でここ端っこは打ったところはねボードで隠れるんで一応出しておきます。まあこの角の出し具合でいろいろやり方変わるんですけど今回は一番簡単な一般的なパターンで、ということで、で最後これ突っ張り胴縁でまあ糊をね圧着するためにまあ突っ張っていく。まあ一般的にはね糊でボンドで突っ張っていくと思うんですけど、まあ下地からねビスで引っ張ったりもねしてやったこともあります。まあ多分これで十分です。まあ人それぞれやり方あると思うんですけど、基本的に真ん中はボンドつけてこれで突っ張って置くっていう感じ。これで終わりですね。こんな感じでべったりついてますね。次の日になったらこれ外します。まあ一般的な既製品の場合だったらこんな感じで特別何もなければこう収めます。ご視聴ありがとうございました。